2022年のニュースといえばガーシーの登場ですが、芸能界の暴露や経営者の暴露、そして政治家になったガーシー、どう思いますか。まあ、でもテリーさんなんて暴露なんてもっと全然いっぱい知ってるはずじゃないですか。やっぱそれ出さないっていうのが人としての何かだと思うんですけど、うん、俺こういうのに全く興味ないんですよ。あ、はいはいはい、あ、だからそういう暴露とかとか、うん、うん、全く興味がなくて、人の悪口とかそういうの何にもないんですよ。だからテレビでやっててもすぐ変えちゃうんですね。ああ、もうこっち使えねえから次みたいな。ああ、もうめんどくさいっていうふうに思って。はあ、はいはい。だからまあ、でもこのガーシーはこれしないと生きていけないんでしょ。まあそうですね。それがないと誰もお金払わないですからね。誰もこれでね、だから、こういう、だから世の中こういう生き方もまあね、なんか、すべての人は仕方ないのかなと思うけども、ただこう政治家っていうのはまた別だよね。いや、だからそれが政治家になっちゃうっていうのは面白い時代ですよね。もう政治家は、これでさ、彼にね、投げ銭渡してるのは構わないけども、うん、政治家ってのは税金だからね。まあ、歳費とかいろいろ合わせると数千万円になりますからね。ねえ、だから、それを、だから、面白がって、だから、面白がってでも当選できちゃうっていう、参議院議員って何なのよっていうふうにちょっと思いましたけどね。まあまあ確かにそうなんですよね。とはいえ最近全く聞かなくなりましたけど。うん。俺今日本にいないんでしょ。まだドバイにいるんじゃないですか。そうだよね。だからなんか国会議員になったら付帯保特権があるから日本に来て居眠りしている国会議員を引っ張ったみたいなことしたんですけど、うん、いやいやお前その居眠りもないもんお前来てねえじゃんっていう謎の状態ですよね。意味わかんないですよね。